ホワシ、宮古市領代議士を歓迎するデモ隊大須事件とは、1952年7月に愛知県名古屋市中区大須で発生した公安事件。警察部隊とデモ隊が激しく衝突した。ソビエト連邦及び中華人民共和国を視察し、北京で日中民間貿易協定を結んで帰還した日本社会党のホワシ系と海進党の宮古市キの領、大義市が帰国し、 1952年7月6日に、名古屋駅に到着した。両大義士の歓迎のために、約1000人の群衆が、駅前に集合、無届けデマを観光したが、名古屋市警察によって解散させられた。その際に12人が検挙されたが、その中の1人が所持していた文書から、翌日の歓迎集会に、火炎瓶を多数持ち込んで、アメリカ軍施設や中警察署を襲撃する計画が、 発覚した。1952年7月7日、当日、名古屋市警察は警備体制を強化し、全警察官を待機させた。午後2時頃から、会場の中古オス球場に、日本共産党員や在日朝鮮人を主体とする群衆が集まり始め、午後6時40分頃に歓迎集会が挙行された。午後9時50分に集会が終わると、 名古屋大学の学生がア演説を始め、その先導によって、約1000人がスクラムを組みながら球場正門を出て、無届けデモを始めた。警察の放送者が解散するよう何度も警告したが、デモ隊は放送者に向かって、火炎瓶を投げ込み炎上させた。警察はボートを鎮圧すべく、直ちに現場に直行したが、デモ隊は四方に分散して、波状的に警察部隊に対して、 火炎瓶、投石、竹あり、プラカードで攻撃を行い、路上の一般の乗用車に放火するなど、オース地区は大混乱に陥った。また、オースのデモ隊とは別に、アメリカ軍の駐車場に止めてあった乗用車を燃やしたり、駐税務所に火炎瓶を投下する事件も発生している。この事件で、警察官70人、消防士2人、 一般人4人が負傷し、デモ隊側は1人が死亡、19人が負傷した。名古屋市警察は捜査を開始、最終的に269人を検挙した。そのうち半数以上が在日朝鮮人だった。捜査の結果、この事件は共産党名古屋市委員会が計画し、朝鮮人の組織である祖国防衛隊とも連携しながら実行に移されたと認定した。 名古屋地方検察庁は、騒乱罪等を適用し、152人を起訴した。弁護団長は、愛知大学事件の主任弁護士でもあった、天野松二。1969年11月11日、名古屋地方裁判所は、騒乱罪を認定する判決、日本共産党の非合法活動を行う、軍事委員らが、軍事行動計画を立てていたと断定した。 さらに1975年3月には、名古屋高等裁判所も日本共産党の事前計画と事件の結びつきを認め、デモ隊の共同意志により、騒乱状態が始まったと認定した。26年に及ぶ史上稀な長期裁判となり、日本共産党は、署名180万、支援寒波3億円といった大衆闘争を展開したが、1978年9月4日、 最高裁判所第二章法廷は上告を棄却し有罪が確定した。ジャーナリストの振藤健一は大須事件を権力の犯罪の典型的なケースとの認識を示した。ありがとうございます。